どうも皆さん、よさらおかげ丸です。ということで今日はですね、忍者ら、こちら今日配信されました忍者らのストーリーモードですね、こちら一の巻スペース忍者をやっつけろ遊んでいこうかなと思います。ノーマルモード、スペース忍者を倒し街の平和を守れということで、なるほど、エピソードセレクトができるんだ。見た感じ5ぐらいまでありそうですね。まずプロローグ、バーン登場、修行だぜということでやっていきましょうか。ハードモードとかも一瞬見えたけど、まあ、とりあえずノーマルでやっていこうか。あー、すごい、コミック調なんだ。バーン登場、修行だぜ。あ、くのいちとか書いてる、かっこいい。ちっちゃん、あ、誰かいる、ほんとだ。でもアニメにいたかもしれない、この人。あ、いたわ、この人、アニメに。バーンよ、師匠と呼ぶのじゃ。あー、師匠。てか忍者って何すんだ。悪い奴らを懲らしめるんだろ。テレビや漫画で見るあれだろ。ほう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 、そうじゃの。まあ簡単に言えばそうじゃが、忍者とは何も人間だけではないぞよ。動物や植物など様々な生物の中にも存在するのじゃ。そうなん、初めて知ったけど。その中にはいい忍者もいれば悪い忍者もいる。あー、いろいろいるな。なんか動物っぽい子いたね。ふーん、でその悪い忍者を倒せばいいんだな。楽観的だな。よっしゃ、お師匠さん、一丁片付けてやるよ。最後まで聞かんかの、とほほ。いいっすね、かわいい。シンプルな始まり方、僕好きです。お、始まった。うわ、来た。先へ進むのじゃ、ということで、とりあえず目的地を目指していこうか。この、なんだっけ、エナジーボールみたいなやつ、これを集めていけばいいんだね。よいしょ。OK、届いた。これ?おー、見た!出た!スペース忍者を倒すのじゃ、これスペース忍者?かわいい。倒しましょうか。ほい。ほい。なんか、あれだな。柔らかいから、なんか、叩いてる感じしないわ。敵が増えたようじゃぞ。大丈夫。あ、倒したわ。なんか手応えがないな。柔らかいすぎて、こう、ぬるんぬるんって倒しちゃった。師匠、なんか見たことねえ、やばい生き物だったぞ。悟空みたいだな。あれはスペース忍者じゃ。地球外生命体の一種じゃぞ。あ、かわいいな、こう見ると。スペース忍者の巣って、おでこに入れなくない普通。それって宇宙人?そんなの聞いてねえぞ。なんでそんなやばいやつがこの地球に?それはな。てか、お師匠様のその、なんて言うんだっけ、あの、そういう、かぶってるやつ、帽子みたいなやつ。めっちゃ可愛くない?なんか現代風だね。それは。わからん。はは。わ、面白い。言い伝えによれば、大昔に宇宙から隕石が落ちてきたという。それが忍びの力とどういう関係があるかはわからないが。え、デオキシスですか?宇宙とこの忍びの力には何かしら関係があるのかもしれんの。忍びの力。でもあの忍者ガム開発したのは普通の人間なんだよね。その理由を探るのも大事な任務なのじゃ。任務の忍の字が忍者の忍なの、いいな。わあ、いっぱいいる。では手慣らしとでも行くかの。来た、行きましょう。よいしょ。まずはこの爽快感あふれるアクションでバシバシ倒していこう。よいしょ、いいですね。さあ、どんどん倒していこう。先へ進むのじゃ。わかりました。これあれだね、このポイントのやつがあるから先がわかりやすい。なんだあれ、あ、ドローンだ。悪いドローンだ。かっこいい黒いドローン。ペチペチペチと倒していきまして、向こうにもいますね。このポイントなんかも取りつついきましょう。ほい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 。なんかチュートリアルにもなっていいね、これね。あ、いたわ、ここにも。ここに湧くと思った。もうこれ見よがしにここに湧きますよって感じの高台だったし。やべ、ちょっとね、一回あのポイントでも取りたいな。あー、うち来てる来てる来てる。よいしょ、壁も登ってくんだ。登り方かわいい。登り方かわいいね。しかし、おりゃーい、かっこいいね。もう倒しきってないし。倒しきってないし、必殺技で。よし、オッケーオッケー。爽快感あふれてんな。よし、ここね、目的地わかりやすいですね。かっこいい。てか街並みがすげえいいな。現代風と忍者っていうのがこう、何その、錯綜してんのがいいよね。師匠、そもそも忍者ガムって何なんだ。
お主たち忍者の DNA を持つ者の忍びの力を引き出すために開発されたのがこの忍者ガムじゃ。かわいい、なんかあのボクシングのサポーターみたいなのつけてる。忍者ガムには様々な忍びの能力を覚醒させる成分が含まれておってな、戦闘やガム手裏剣以外にも特殊移動などがある。そら逃げるってことか。むやみやたらに戦闘を繰り返すことばかりが戦術ではないぞ。そうそう、逃げもね、ある意味攻めですから。そんなんだったら簡単じゃねえか。そうか、それでは実践あるのみじゃの。まずはよっしゃ行くぜ。聞かねえ言うことだから最後まで聞くのじゃ。全然言うこと聞かない。よいしょ、ガム忍術を使えば一気に倒せるぞ。あ、使わないで出し惜しみしちゃった。なんかRPG とかやっててもそうだけどさ、なんかいいアイテムとかいい技ってなんか取っときたくならない。なんか MP とか最終的に余らしちゃうみたいなの分かる？あるよね、そういうこと。危ない。向こうもなんかガムみたいなの飛ばしてくる。可愛いこのキャラクターもなんか宇宙人なんて。危ない、初めて出たダメージ食らった。危ねえ、なんかちょっとモンスターズインクみたいだな。神様みたいな。それモンスターズインクじゃないわ、それトイストーリーだわ。師匠、なんか疲れた、キリがないよ。だからお主たち忍者の DNA を持つ忍者がまだまだ必要なんじゃ。なるほど、仲間を集めていこうってことか。じゃあ父さんも。そうそう、バーン君は家系が忍者の家系で、お父さんがもともと忍者だったのよ。でとある事件でそれを見て自分も忍者になったんだけど、それはね説明欄にあの貼っとくんで公式の動画見てください。そうじゃ、お前の父さんはエリート部隊であるお庭番衆の一人じゃった。お庭番衆かっこいいな。急に俺好みのなんか感じいっぱいのやつ出てきた。中二病だからこっちは。あのスペース忍者たちと戦ってたってことか。そうじゃ、スペース忍者は神出鬼没、いつどこに現れるかわからん。そのために WNA は世界各地に散らばった忍びの力を持つ者を集め、忍者とその忍びの力の存続を目的として作られたのじゃ。はあ、もう世界的に忍者が当たり前になってるんだね。そしてその修行の一つとして始まったのが忍者らじゃ。そう、忍者らってのはなんかその忍者の大会みたいなやつらしいですね、名前は。分かってるって。要はガムを、おお、ちょっと最後も読ませてくれ。分かったけど、バーン君のその水鉄砲なんで無鉄砲か。水鉄砲はただの水鉄砲だわ。無鉄砲ぶりがいい感じに分かってよかったですね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。さあ、だいぶ一気ラストできるようになった。しましょう。まあ、この辺はバトルで慣れてるんでね、バッチリです。攻撃力が上がるのじゃと。ほいほいほい、全然俺、必殺技使ってねえわ。さすがに使おっか、一回ここで。よいしょー、はーい、殲滅。でもまだ来るわ。危ねえ、やばい危ねえ、一回逃げよう。一回逃げて、ちゃんとこう、引くことを覚えないとね。バトルっていうのはこういうのね、引くことを覚えたら、めちゃめちゃ変わるんですよ、戦況が。すごい強くなれる。強くなれる理由を知った。僕を連れて進めなわけ。オッケー、倒した。どうしたって決戦な。あ、すみません、師匠、まだあるのかよ。今までのはほんのウォーミングアップじゃ。お、なんか来た。何このコミック調で進んでくの、可愛いね、漫画チックのやつ。とうとうお出ましじゃな。なんだボス。うわ、キモ、なにこれ。あ、でもさっきの子乗ってる、かわいい。コーラこれ。あいつやべえ、絶対無理だよ。今まで覚えたことを生かしあのボスを倒すのじゃ。やだよ。やなんかい。仕方ない、クリアすればいいものやろ。何、ご褒美方式。よっしゃ行くぜ。現金なやつ。いや、それでこそ。うわ、ちょっと間違えた、俺変形しちゃった。おっきい、ちょっとおっきい。あ、なんかすごい衝撃波をやってる。今だ、今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 、よいしょ、よいしょ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。はあ、危ねえ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 、危これ避けて、あー衝撃や。あれなんだ、空中だといけるとかじゃないんだ。あー痛い。あれか、近くにいると食らっちゃうんだ、あれ。ちょっと危ない。よし、これ持って、オッケー。
離れて今よいしょ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 やばい危ない結構食らうなよし必殺当たってなかった半分くらいしか当たんなかった悔しいはあかっこよく終わらせたかったのにやばいあー食らっちゃまったただここで終わりだよーしあなんか苦しんでるおお爆発したがっつり巻き込まれたけど大丈夫だったよくやったあっぱれじゃやったクリアやりましたステージスコアとか出るんだあリザルトだいいねさあどうだお1万超えてる2万超えてる3万超えてる4万超えてる5万超えてるえどこまで行くのゴールドリンクやりましたゴールドランクらしいです師匠なんだよあれマジで死ぬかと思ったよあの程度でへこたれていてはこの先はまだ強いやつがいるのかちょっと嫌になってんじゃんどこへ行く俺帰らせていただきます待たんかだってやっぱ強いやつと戦いたくないのかお主の父は、勇敢な忍者だったそのために様々なことを犠牲にしてきたが大昔より忍者は世界を守るために影となり使命を全うしてきたのじゃ使命お主はその血を受け継いでおる父さんと同じ血父と同じ血ってかそんなにうまいダジャレではなかったそのためには忍者らで修行を積んで強くなるのじゃ俺忍者らでトップになってやるしかしライバルは多いぞよ精進するのじゃあなんだ怪しい影ああいかにも怪しい影まばたき2回 To be continued いやーいいですねあ面白いなストーリーめっちゃ楽しいなおエピソード1怪しい事件だ調査だぜということで、ノーマルモード神隠し子供たちが危ないスペース忍者をやっつけろということでどうしようじゃあちょっとこのままエピソード1もやっていいですかほいせっかくなんでもうちょっとやりましょうハロルド大統領は今回の臨時総会で WNA との協力関係を強化するとの発表を行いましためっちゃ漢字ばっかりだけどこれ子供たち読めんのかこれに対し一部の上院議員からは反発の動きもあるようですヒゲ蓄えてるな続いて今入ったニュースです本日イーグルシーで起こっている連続誘拐事件についての続報です物騒だね突然、姿が消えたと言われる事件現場にはガムのようなものが落ちていたという報告が上がっています絶対忍者ガムじゃんこのガムが何らかの関係があるのかが不明何らかの関係があるのか不明ですが警察は外出を控えるよう呼びかけています外出自粛だ続いては天気予報でガムまさかあこれあれじゃんビルの上のやつだここかわいいよねのどかだな師匠なんか Well, お主に大至急調査してもらいたい事件がある事件誘拐事件じゃそれも子供たちを狙った事件のようじゃ誘拐事件そんなの警察の仕事じゃんただの誘拐事件ではない神隠しじゃ神隠しそう何の痕跡もなく突然人が消えるという現象じゃこれにはどうもスペース忍者が絡んでいそうなんじゃまたあいつらがとにかく街にスペース忍者が現れておるまずはそのスペース忍者を成敗しなければ調査は進められん頼んだぞバンオッケーちゃっちゃと片付けてくるぜ待て今までとは何か違う気がするのじゃ十分に気をつける必要がある忍者ガムが現場にあったようじゃそうか忍者ガムがあるということはガムを噛んだ人間がいるってことだあそうか忍者ガムはそろそろ WNA の持ち物なのか怪しくなってきたな気なくさいねまさか WNA ライブの仕業ってことかそれはわからんただ何らかの関係がある可能性があるいずれにせよ事件の解決が先決じゃよっしゃ
行ってくるぜ。いやでもなんかお師匠さんも不安そうだな。大丈夫かな、心配だね。心配ないさー。あ、大西ライオンさんこんにちは。よし、目的地を目指そう。これあれだ、こういうやつだ、知ってるぞ。あーな、びっくりした、あーびっくりした、ポイントだったわ、敵かと思っちゃった。よっしゃ、オッケーオッケー。よく見たらこの子も顔にスって書いてあったわ。スペース忍者だからか。よし、さあ目的地来た。わ、聞きましたね、いきなりスペース忍者たちが。どんどん倒していこう。これ周りがちゃんとこうやってなんかシールドみたいになるから街への損害がなくていいですね。よいしょ、目的しました。あ、青い子だ今度は。よいしょよいしょよいしょ。みんななんかあれだね、忍者タートルズみたいなさ、あの目のやつつけてるね。忍者って言ったらこういうイメージなのかな、海外とかだと特に。あれまだ残ってる、まだいるやん。うびくしょ、倒されたと思ってた。もうあ、ドローンもいる。よいしょ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 。黒いドローンかっこいいけどな、黒と紫めっちゃかっこよくない。次どこ、あっちか、あどっちだ、向こうか。あ、どっちからも行けるな。こっちこっち来た方向か。逆でした皆さん、こっちでした。あ、かわいい、行かれたハンバーグ屋の看板があったわ。あそこだあそこだ、行きましょう。こんにちは。こいつ危ない、こいつあれだ、飛び道具使ってくるやつだ。よいしょ。まあドローンはね動かないし攻撃もしてこないので楽ですね。落ちる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 、危ない危ない。よいしょ。さあ次、こっち違うな。うわー、びっくりした。なに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 、どこ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 、ずるい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 、どこどこですか。あ、そっち、なんだこいつ。え、これか、あ、これだ、これ敵かい。なんか可愛い太っちょジェントルマンみたいな、可愛い、びっくりした。でもなんかすごい危ないの飛ばしてくるな。どこ、ちょっと待って、どこ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 、敵の場所がわからんのよ。あ、いたわ。ほいほいほい、空中戦爽快感あってめっちゃ楽しいな。敵が増えたようじゃぞ。なに、やめてくれもう。どこじゃ、どこ行った、おらんけど。あ、いた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 、なんだこれ、ピンクだ。あ、かわいい、なにこれ、かわいい、あーかわいい、女の子かな、なんかフィットネスクラブフィットネスクラブみたい。あ、勝ち合いしてくる、うおー、やばい、ここはこれしかない、うおりゃーい、オッケー。あれだな、人間っぽかったね、形がね。ちょっと人型に近かった。強かったですね。よいしょ。うわ、めっちゃいるな、っていうか。めっちゃいるじゃん。勘弁してくれ。どこ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 、どこ、あ、こっちか、違うわ。どこだ、いなくね、あ、いたわ。そんな下なところにいられたら困るよ、こっちも。場所がわからないわけだから。よいしょ。オッケー。どんどん倒していこう。危ない、ほ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 い、緑坊や。緑坊やを倒しました。まだいっぱいいるな。めっちゃいるじゃん。よいしょ。ここはこれで、あ、俺もあれだ。捕らえられてるけど。片方の動きを封じ込めて、その間にもう一人を倒すと。うまいでしょ。さあ、こっちだ。ドローンもいるね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。そうか、敵のドローンも普通にポイントくれるからだいぶ効かなくなるのか。いいですね、これ。塩梅がちょうどいいな。よし、だいぶクラフトできたんで、これで攻撃力も増し増しよ。ニンニク増し増し、野菜増し増し、背脂、ニンニク油、ニンニク油、背脂、なんだっけ、旨味油。よいしょ、もやしもいっぱい乗せてください。よいしょ。必殺技使いたいな。必殺技が使いたい。いるね。まあ、とりあえずこの次に使おうか。よいしょ。まとめて出てきたら。来た!おりゃーい!ちょっとだけ動けるんだな、これ。この一戦だとちょっとだけ動けるみたい。よいしょ。いや、どんどん湧いてくるな、敵が。よいしょ、よいしょ。どんどん行きましょう。どこ見てんの?バスの文字見てるじゃん、今完全に。俺に興味がなかったじゃん、敵が。一方的にめっちゃ倒したって申し訳ないわ。何してんの?なんでバスと、やめてよ、バス壊さないで。うちのバスなんだから。これ俺が買い取ったバスなの。やめて。よいしょ。ほい、ほい、ほい、オッケー。いいね。あ、これバスを守ろうっていう話だったんだ。恥ずかしながら全然気づいてなかったわ。よっしゃ、バス守りました。で、どうしたらいいの?目的地、次の目的地へ移動するんじゃ。じゃあその次の目的地を教えてくれ。あ、これか。桜井翔くんのマークが書いてあるわ。翔って書いてある。あ、ちょ、あれか。先にドローンを倒そう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ドローンマスターも俺のものだぜ。ほい。間違えて飛ばしちゃった。ジャンプしようと思ったら間違えて飛ばしちゃいました。ほい。お、あ、かわいい。悪者だ。なんかガラルニャースみたいだね。よいしょ。こいつ耐久力あるな。このなんか、頭がちょっとトゲトゲした可愛いやつは耐久力がある。ここもこれで、一気に殲滅。かっこいいね。
あ、でもやっぱりこいつ耐久力すごいな。この紫のことかピンクのこといい。人型に近いやつは強いですね。よし、次の目的地どこだ。向こうか、上か、どこだえ、どこですか。あ、これだ。ほいほい。で、こういって、よいしょ、ドローンを倒して、オッケー、さあ目的地やってきました。ほい。そしたら、あ、またバスが。バスをどうしてそんなに狙うのどうしてそんなにバスを狙うの。交通の便をちょっとこうなくして嫌がらせしてやろうみたいな、そういう可愛い作戦なのか。よいしょよいしょよいしょ。てかバスに危害加えてないやつよりもこうやってバスの近くにいるやつを倒した方が良さそうだな。よいしょ、オッケー。やっぱ大武器クラフト強いな。大武器になってから相当強い。よいしょ。あとこれ全然使ってなかったけど、これもかっこいいんだよな、この突進のやつ。やばい、なんかめっちゃ叩かれてる気がする。お前ダメ、やめて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 、そんな飛ばさないで。まだやられてる。出た、このやばい、この紫やばい、この紫やばいな。ほい、オッケー、封じ込めて。あ、二人もいるじゃん。で、ここでゾリャーイ。よいしょ、オッケー。はいはい、危ない、ちょっと危なかったね。今ね、一旦引いて攻めると、守りと攻めをね、いかにこう使えるかですよ。あ、てかバスの耐久力も上に出てたんだ戦闘が楽しすぎて全然見てなかったわ。戦闘狂になってた今、完全に俺戦闘狂いになってたわ。よしか、あ、危ない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 。ちょっとへこんだかな、バンパーとか。ごめんね運転手さん、それは許してください。よし、とりあえず一件落着か。あ、向こうにありますね、目的地が。行きましょう。こうやって移動するのがかっこいいよね。街中にめっちゃあった。てかこんなに街中にさ、スペース忍者溢れてるのにさ、一般人はどこ行ってるんだろう。その民間の方々は一回こう避難してもらってっていう感じなのかな。多分 WLA の権限なんだろう。国の組織でもありそうだしね、あれね。そういうなんか世界観設定も俺結構好きよ。よいしょよいしょよいしょ。さあ、そろそろ必殺技が溜まりますね。溜まった、行くぜ。うおげ、あ、ちょ、やべ、危ない危ない危ない。冷静に冷静に冷静に行くぜ。おりゃーい、いいねー。あ、かわいい、ふにふにしてるこいつ。よいしょよいしょ。でも倒す、かわいいけど倒す。さあ、あとどこ行った。うわ、見ちゃう、目の前だった。やばい、身動きが。あぶねえ、あぶねえ。やられたらやり返す、倍返しだ。やられたらやり返します、倍返しだ。ちょ、またやられた。ハンザーナーキー、今度なんか新シリーズやるらしいですね。よし倒した。まだいるな、終わった。あ、あいつがいた、こんなとこに。よいしょ、やばい、よいしょよいしょ。赤いなんか変なの飛ばしてくるわ。よし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 、楽しいなこれ。よいしょ、結構時間も余裕ある。またバス、あんたたちバス好きね、あんたたちバス好きね。よいしょ、しつこいやつらじゃ さらわれてはならんぞ。バン、大丈夫です、ありがとうお師匠様。俺はこいつらを全員殲滅して帰るぜ。よいしょ、いいね。これはもうこれで突進して破壊、破壊とか一番倒して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 、あの水色のやつが一番下っ端なのかな。で、緑青って感じで強くなってる気がするわ。よいしょ、これボス出んのかな。また紫くんだ。あ、この二人はやばい、これは必殺技使おう。よいしょ、紫&ピンクはなかなかやばいな。よいしょよいしょ、オッケーオッケーオッケー、楽しい爽快感最高だな、マジで。ドカンドカンドカンとドカン、いいね。さあ、君が最後のようだよ、どうやら。私に倒されてもらおうか。よし、まだいたわ、危ない、めっちゃいるじゃん。よいしょいよいしょよいしょよいしょ。例えば動き封じ込めるやつは何気にやった方が良さそうだな。よいしょよいしょよいしょ、ほら相手の動き止めれるのだいぶ強いなこれ。よいしょよいしょ、ちょ、バスなかなか削られてるけど、これこれ守り切ったとしても多少の修理は必要だろ。何がどうなってるか全く見えない。よいしょ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 。これあれだね、まとめてさ倒せるのもいいよね。まとめて攻撃が当たるってのもなかなかいい。よいしょ、あいつやばい、なんか壁にぶつかって走ってる。おりゃーい、角でボコボコだぜ。よいしょ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 、うお、爆発した。爆発の仕方ちょっと可愛かったな。よーし、クリア、フィニッシュ。エピソードは終わり。おい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 、余裕じゃねえか。また7万超えましたね。これはかなりいい方なんじゃないですか、スコア。師匠、とりあえず片付けてきたぜ。ご苦労じゃったの。それで何か分かったか。いつものようにスペース忍者が暴れているだけだったけど。そうか、あやつらの行動を追うべきじゃったか。それなら大丈夫、一匹だけわざと泳がしてやるぜ。なぬ、
お主いつからそんなできる子になったんじゃ。どっちもどっち。まあね、わざとじゃなくて逃げられちゃったんだけど。それならそやつを追えば何か手がかりが得られるかもしれんぞ。ちっちゃん、いやっしょ、俺が調査してくるぜ。よし、準備が整ったら声をかけるのじゃ。隠密の忍術を授ける。隠密？なんだそれ、甘いのか。それは暗密。あー、ということでエピソード1クリアしましたね。さあエピソード2、変化だ、尾行だ、隠密だ。なるほど、これ武器変わったりする感じもありそうだな。さあということで、じゃあ今回のパートではこれぐらいに一旦しておきましょうか。そういえばさ、これストーリーのここで詳細ってのが見れるんだけど、なんかスペース忍者マスクとか、ウッセミロコソーダ、ロコソーダキャップ、ロコソーダってさっきのあのボスかな、敵のやつ、強炭酸ランページ、これさ多分クリアしたらもらえるものなのかな。まあこれ一応そのストーリーって課金で何その、まあ、1000円ぐらい、今セールで 半額ぐらいになってんだけど、で購入して遊んでるんで、多分その報酬的なやつだと思うんだよね。それに楽しみですね。あとなんかランクボーナスでなんかまたこのコインみたいなのがもらえてるみたいだね、右側で。この金銀銅のコインがどういうものなのかっていうのもまた次回以降のちょっとストーリーモードとか、あと普通にバトルロワイヤルやったりとかしながら探っていこうかなと思いますので、またチャンネル登録、そしてコメント高評価とお待ちしております。チャンネル登録してぜひとも次の動画もお待ちください。ということで Twitter や Instagram 等のフォローもお待ちしております。説明欄からご覧ください。ということでまたお会いしましょう。バイバーイ。